こんにちは、橋川なんだもんと言います。よろしくお願いします。ありがとう、愛媛の石原さとみでございます。ありがとうございます。今日ね、お買い物に来られた方は何してるんだと思われてる方が多いと思います。あの、エノハガールズっていうね、愛媛のアイドルがいるんですけど、そちらのエノハガールズに私も所属してまして、去年の6月からソロとして橋川なんだもんという名前で、こういう地域イベントだったりとか、そのお祭りごとの MC などにもチャレンジさせていただいております。もうすぐね、1年経つんですけど、そんなエノハガールズの中から、今日はね、リリースイベントということで、ゼロとブレイキングザハビット、この2曲をね、一つの CD に出来上がりました。そのリリースイベントをさせていただいております。皆さん、今日は最後まで楽しみますか？元気ですね、ありがとうございます。あの、まあ、橋川なんだもんの時に、あの、休憩しもってでも、寝ながらでもいいので、最後までよかったらライブ楽しんでいただければなと思います。さあ、皆さん、今日一日よろしくお願いします。それじゃあ次の曲は、橋川なんだもんに最大の投げキッスをよろしくお願いします。
ありがとうございます。さあね、今日は江ノ川ガールズ新曲リリースということで、橋川なんだもんからもなんと嬉しいお知らせがございます。昨日ねツイッターとかここに来た方は分かると思うんですけど、6月2日の1周年イベントの時に橋川なんだもん3曲目の新曲をリリースします。リリースというか、まあ初披露ですね。今ね、CD こちらに置いてるんですけど、いよいよね、橋川なんだもん3曲目ができ上がっちゃいますよ。もう結構ね、3日ぐらい前にちょうどメロが全体完成して、音をね、聞きながら練習しないといけないんですけど、もう1週間しかないんですよ。大丈夫かなと思って、でも最悪、みたいな、花歌で歌うかもしれないんですけど、良ければね、あ、こんにちは。<笑>6月2日に1周年イベントがございますので、橋川なんだもんの新曲目当てではもちろん来てくださったら嬉しいですけど、愛のはタレントチームが1周年を迎えますので、お時間のある方はぜひ2日も遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは橋川なんだもんのオリジナル曲を2曲続けて聴いてください。 Miss You。 時間は傷を癒してくれると
します。 皆さん、この後も引き続きお楽しみください。以上、